るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。今日です。はい、オッケー、お久しぶりです。ということで、本日は先日ついに公開となりました埼玉ポルノスターの MV のメイキング映像をお届けしようと思います。はい、まあ、あとはですね、今回の制作にあたって、まあ、当日までいろんなことを考えていた、チョモララの気持ちなんかも一緒に話していけたらなと思っておりますので、皆様最後までお付き合いください。ということで行きましょう。レディーゴー。簡単でいいって言うから。はい、はい、じゃあ、はい、メイキングですか。メイキング。とりあえず今マリノちゃんの歩くシーン撮り終わりました。体力がですね、半分になってしまいました。早いね。いや大丈夫、まだ始まったばっかりの。大丈夫だよ、すげえ今日忘れ物してちょっとメンタルもやる。あーいいね。いいね。みこすり班の男です。じゃあこれからちょっと公園にいてですね、バンバンと撮影していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。本日は埼玉ポルノスターニュー MV の撮影ということで、埼玉ポルノスターと言いつつ幕張の方に来ております。今日はですね、完全にくるちゃんが監督ということで、チョモラテはもう完全に助手補助的な感じで参加しております。ね、てか雲が多いから光の加減がしょっちゅう変わる。まあ、この曲は俺もずっと大好きな曲だったので、本人の思い入れのこととかもいろいろ聞いてはいたし、いきなりこんなことになるとはっていうのが一番最初、正直な気持ちで。最初は本当に嬉しかったんですよね。くるちゃんとマリモさんが、まあ、SNS 上でつながって、最初のきっかけは、ツイッターで見つけたからフォローしちゃいましたっていう報告を受けて、俺が、わー、すげーみたいになってて。で、くるちゃんは、直接なんか連絡するのあれだから、チョモちゃんから連絡してもらえませんかみたいな感じで言われてて、まあ、じゃあ、MV 出てもらえませんかみたいな感じの、まあ、一応営業メール、また後日にでも、DM してみようかなって思ってたんですが、それをね、DM する前に、マリモさんがツイッター上でスペースっていう声だけのリアルタイム配信みたいなのをやられてて、で、まあそこにくるちゃんが参加していたと。で、俺もなんかタイミングで自分の配信をしてて、で、それを聞きに来てくれていたフォロワーさんたちが、くるちゃんがおっぱいに挟まれてる。みたいな。コメントがあって、え、何のことってなって、でまあいろいろこう聞いてみたら、くるちゃんがマリモさんのスペースに参加していると。あれってフォロワーさんには見えるんですよね、誰かのスペースに参加してるとか、スペースを始めましたとかっていうのは。でまあ通知登録してればその通知も行くのかな、ちょっとそこは分かんないんですけど。でまあそれがきっかけで、あれ、くるちゃんもう自分で行っちゃってんなみたいになって、でちょっと俺自分の配信も切り上げて、その時配信を見てくれてたみんなと一緒にちょっとスペース行ってみようぜみたいな。ちょっと悪ノリで行ってみたんですよね。そしたら、あれって聞くだけじゃなくて、そのコラボ参加みたいな感じで一緒にそのネット上でおしゃべりする。まあ聞く人もいるし、そのおしゃべりに参加するみたいなこともできて、で参加してたんですよね、くるちゃんが。で、おー、もうそこまで行ってるみたいな感じになって。で、もうそこで MV とかの話とかもしてたから、くるちゃんのパッションが溢れて、もう我がの力で交渉もして、OK ももらって、みたいな感じで。で、まあそこからあれよあれよと話は進んでいって、MV の前に10年間思い、歌い続けていたら本人に会えたっていう動画が上がったんですけど、ちょっとその動画が上がるまで、俺、ぶっちゃけ、
あんまり今回のこの制作に関して全然ちょっと乗り気ではなかったんですよね。まあ、なんでかっていう話をしたら、赤信号マリモ。はい。俺はまあそのマリモさんのことは全く知らないと、何も知らない、前情報もないし、どんな人かも分かんない。でもクルちゃんはなんかそのずっと憧れの人だったからもうこうなってる。でまあそのタイミングとかでクルちゃんは第2子が誕生したばっかりだったりとか、結構その機材をバーって入れ替えて散在した後だったりとかっていうのもあって、 MV を作ることには最初はまああのなんて言ったらいいかな、難しいんですけど、一番最初にあって思ったんが、今回その MV を作るにあたって音源を作り直したいから、チョモちゃんちょっと音源作ってもらえないですかみたいな感じでクルちゃんからお願いがあって、そこでクルちゃんは俺にギャラを払おうとしてきたんですよね最初で。いや俺それはいいと、なんだろうなそこは金じゃないって思っちゃって、でなんかそのクルちゃんはきっと誠意で言ってくれたと思うんですけど、今の状態で金を使おうとしてるってどうなんて最初思っちゃって、でもきっとその音源を作る大変さとかも分かってるから俺にも気を使ってくれてのクルちゃんの誠意だったとは思うんですけど、俺をそれはちょっとひねくれた感じに取っちゃって、そこぐらいから結構俺ずっとなんかモヤ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 しとったんですよね。で結構そのマメに連絡を取ったり電話をしたりしてるっていう話を聞くたびに、クルちゃんの奥さんのみーちゃんはどう思ってるんかなとか、嫌じゃないかなとかなんかそんなことばっかり、もっとねポジティブにずっと考えてたらよかったんですけど、ちょっといろいろネガティブに撮っちゃって、まあ、でもその最初の会えたっていう動画が上がって、まあ、それを見て若干ちょっと払拭はされたんですよね。見てない方は見てほしいんですけど、クルちゃんが動画内で自分で言ってて、嫁にも公認済みで第2子も生まれたばっかりなんですけどみたいなことがちゃんと自分で分かってて、動画内でも言ってたから、まあ、そこの自覚はしつつで、まあでもやっぱりやりたいんやなっていう、そこで少しちょっと俺も前向きになれて、外での撮影を終えまして、これからここ幕張の某ホテルにて撮影が始まります。ただいまお昼休憩中です。お二人は麺をむさぼっております。これから素敵なテイクをくるぶし監督が収めてくれると思いますので、引き続き頑張っていきましょう。はい、オッケーちゃん。ただやっぱりまだマリモさんのことは分からんとそこがまだずっと引っかかってて、最初のクルちゃんがスペースに話しに行った時の流れで、なんかそのマリモさんがおっしゃってたのが、もう一度その熟女女優として AV 復帰したいんだよねみたいなことを言ってたから、これクルちゃんなんかうまいこと利用されたりせんかなみたいな、そのなんていうかな、この業界ではね当たり前かもしれないですけど、なんかその踏み台っぽくされへんかなって思って、でなんか俺相棒がそういう風になんかなるの絶対嫌だなって思ったから、なんかいまいちその信用しきれないなこの人って最初思っていて、まあでもやっぱなんかその俺の知らないところで話はどんどん進むし、こうガーって進んでる分なんか俺は何が起こってもいいように常に冷静でいようとか思っ
いて、まあ結局それは全部俺のひねくれやったんですけど、まあ、その後3人でズームでミーティングをする機会がありまして、でまあその時にやっとちゃんとその女優麻生マリモではないそのマリモさんの、あ、ちゃんとしてる人だわっていうその人間性だったり、あ、ちゃんと大人やなっていう部分も垣間見れて、ちょっとリハーサルで顔上げてみてください。あ、いいですね。いいですね。じゃあそんな感じで、じゃあ次のラララララでいきます。でまあ言うてそのねプロの方なので、やっぱ映像作品にも多数出演されてるのだとは思いますし、だからやっぱそのめちゃくちゃいいものを作りたいっていうことをすごいおっしゃってたんですよね。なんかクルちゃんも最初は映像のこととかも全部俺に頼むつもりやったって言ってたんですけど、撮影から監督からそこはクルちゃんがやった方がいいんじゃないかなって思って、まあ少しずつ気持ちもこう前向きになってきていたから、俺にできる範囲のことでできることはして、みんなの心を少しでも動かす作品になればいいなと思って今回の制作に至りましたいやもっと話せばいっぱい長いことあるんですけど、このシーンはこういう風に撮影しておりました。合わないな、ピントが。ニスニスのニスです。いきます。合わない。あれなんでだろう。細けいこともめっちゃ言ったし。俺がクルちゃんの立場なら、もうなんかなんでお前にそんなこと言われなあかんねんって絶対思うようなことを、まあ、俺もちょっとそのどうしよう、言おうかな、言わないで言おうかなって思いながらも言って、まあでも結果、まあ、見てもらったら分かる通りの素晴らしい作品となりました。まあ、ひとえにクルちゃんの強い思いと情熱とか詰まってると思いますし、女優麻生マリモもふんだんに織り込まれてると思います。二人の絡みのシーンはね、俺がこうムービングの映像は撮ってるんですけど、撮りながらちょっと感動しちゃったもんね。なんか素晴らしいなと思って、この二人の絡み素晴らしいなと思って、なので最初はとりあえずは撮影までの間は我慢しようくらいの気持ちだったんですよ。でなんか撮影が終わってからもなんか二人がこうちょこちょこ連絡を取り合ったりだとかするようであればちょっとなんか言おうかなって思ってはいたんですけど、あれを経てすごい戦友になった感じがします、クルちゃんとマリモさんは。なので今後もなんか機会があったりしたら共演するようなイベントだったりとか、また打てたら面白いなとも思いますし、クルちゃんのお客さんがマリモさんマリモちゃんって言ってるのも、マリモさんのお客さんがクルウシさんクルウシさんって言ってるのもなんかすごいいいなと思うんで、今後とも色眼鏡をかけてみるのではなく、10年を経て2人はすごいなんかその戦友になったっていう目でこれからの2人を見てもらえたらなと思います。とりあえず撮影終わりました。めちゃくちゃ気持ちよかった。嘘ですけど、非常にね、充実した撮影になりました。ちょもちゃんにも助けてもらって、まあ、今回ね、はい、ほとんどの撮影をくるちゃんの機材でやるっていうことで、そうですね、もうちょもちゃんがいつもこういうことやってるのがやっぱすげえなって思いました。もう正直大変でした。でもね、皆さんにいいものをお届けしたいので、ね、もう完全にね、くるぶし監督なんでね、今回。そうですね、楽しみですね。はい、これから作るので、どうなるか分かりませんが、一生懸命頑張ります。いはい、お楽しみに。はい、ありがとう詳しい本当に編集
大変やったと思いますが、クルちゃんお疲れ様でした。思いは変わらないさ。季節は巡るけど思いは変わらないさ。君に出会えて本当によかった。スイートな夜に溺れたい。厳しいね。あ、どうも。全然いけると思いますよ。本当ですか？はい。なんかもう一本ずつ欲しい感じですね、下と上と。 OK です。はい、やります。お願いします。どっちからいく？じゃあ、もう一回上で最後下で、はい、行きましょう。はい。本当によかった、スイートな夜に溺れたい。それから、マリモさん MV を撮るにあたって女優されてた頃の麻生マリモだと思って見に来る人たちが当たり前なんですけど、年月を経て少し見た目が変わったマリモさんを見て、なんかアンチになってしまわないかなっていう風に心配してたんですよね、マリモさんは。でもあの映像を見てアンチになる人なんていないかなって思いました。マリモちゃん今もこうやって頑張ってるんだねって思う人ばっかりじゃないかなって思ったし、それを見てアンチになるやつのことなんて別に気にしなくていいと思います。いないと思うけど、マリモさん両親には少しコンプレックスがあるからっておっしゃってて、映像作品に自分が出演することをまあためらってた部分もあったとは思うんですけど、承諾してくれて、まあ、心よく撮影の時も何一つ嫌な顔せずに、これをしてくださいをしてくださいっていうのにも全部プロとして対応してくれてたので、本当に心の綺麗な人なんやなって思いました。なのでもし万が一ですけどアンチが湧いたりしたら、もう俺がボコボコにしとくんで俺がもう見つけ出してボコボコにしとくんで、気にせずこれからも全力で活動してもらえたらなと思います。クルチョモチャンネルということで、ちょっと長々とおしゃべりしてしまいましたが、埼玉ポルノスターご覧になられた方も、この動画をきっかけで見ようと思った方もぜひたくさん見て、あなたの大切な一曲にしてもらえたらこんなに嬉しいことはありません。ということで、埼玉ポルノスターのメイキング動画でございました。不定期更新ではありますが、引き続きクルチョモチャンネルもよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。さあ手をつなごう。いかがだったでしょうか。あのね、10年歌ってきてやっと出会えた麻生マリモちゃんとの、コラボ作品、非常にね、あのちょっと僕なりに背伸びをして、かなり背伸びをして、頑張らせてもらった作品になりました。一人でも多くの人に届けばなと思ってます。俺たちの青春パンクは終わらない。どうもありがとう本当に、マリモちゃんも、ありがとうございました。マリモちゃんのお店もね、盛り上がって、クルチョモチャンネルも盛り上がっていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。いで、くるぶしでした。さよなら。片乳だけも増して、右乳も。